NSC ってどんなとこ、卒業生に聞いてみた、同期で集まってみた40期編。席がなんでこのこうなってるの。いやこっちの方がいいのよ、やっぱりその仲良く感が。男女コンビ。いや、ここことここみたいやん。いやこっちの方が盛り上がるから、普通コンパみたいになってるんで。いけるそう、まあ、ちょっとややこしいですけど、はい、僕と、加藤が、はい、ポップマンというコンビで、はい、お願いします。ありがとうございます。40期の優勝者です。大ライブ優勝。懐かしいです。ありがとうございます。圧倒的な優勝でした。ね、はい、まあ、圧倒的やったっけ。圧倒的やったよ。ギリギリでしたけどね、結構ほんまに。まあ、予選はね、確かにちょっとあれやったけど。そして、どうぞ。はい、で私たちが猫屋敷の、私が山崎です。あ、河野です。お願いします。影の優勝者とね、言われてましたよね。そんなことない。そう聞いたことない。影の優勝者と言われてました。猫屋敷はもうその前回それを話していた。そうなの。この間別の動画で、はい、お話しさせていただいて。だからもう思う存分こう。思う存分別に。僕らが思う存分言っていい。言っていい。まあ僕らあれですよね、ほんまに。そう。聞いたことあると思いますけど、相方探しの会っていうことで、うん、もう一番最初にコンビ組みましたから。そう。はい。そう。僕らはその、あのなんかアピールタイムみたいなのがあって、うん、もうこの教室に、ね、200人ぐらいとって、そう。でも一人30秒ずつどんどんこう、なんかやっていくんですよ。もうみんなギャグや、なんか勢いでわーってギャグやったり、モノマネやったり、なんかこうちょっと短いスプライの話やったりとか、なんかみんなふざけていく中で、そう加藤がパッて出てきて、ほんまに30秒か40秒ぐらい、なんか僕あの高校生で漫才やってて、書評漫才でちょっと優勝させていただいて、なんかちょっと銀シャリさんの番組をちょっと出たことあって、でゼロボケ30秒自慢ゼロボケです、ほんまに。初対面の人相手に、初対面の人ずっと6個ぐらい自慢してて、すごいなすごいと思って。加藤らしいね、今聞いたら。確かに今聞いたらめちゃくちゃ恥ずいな。しかもその格好もね、10億本ぐらい生産されてるジーパンみたいな。もう全員持ってるジーパンみたいな。絶対1着持ってるジーパンだな。でちょっと赤めのベルトみたいなしてもう高校1年生ぐらいの格好をやったよ。してた。すごい。ちょっと喋ってみたいなと思って僕は声かけたんですよ。そう声かけてもらって、はい、そしたらなんか意外となんかまあちゃんとなんか漫才のこと考えてたから。いやいやいや、そろそろ。そう、まあ、これでゲームの話がされたのも僕無理でした。いやいやいや、まあ、意外とちゃんとお笑いの話あったんで、まあまあじゃあ一緒にやりましょうかって言って、もう一発目で組んで解散もせずに、それがすごいな。確かにね。そう直感で解散しないがすごい、うん、逆にそのさ、俺声かけたやんか、うん、でも加藤君はでもなんかちょっとモテてたというか、いろんな、自慢ばっかりしてたからね。その会ってる時も俺ちょっと結構、ま、他にも声かけられてんねみたいなこと言ってたんですよ。あ、なるほど、食いついてきたんや、その自慢。そう何人か、結構何人か。でもなんか、え、何人ぐらいおったんそれは。4人、西本以外で4人ぐらい。あら、すごいやん。でもそれじゃあなんで俺を選んでくれた、その中で。その中で、うん、単純に、うん、まあ、そのなんかもう見た目、お見た目と喋り方、うん、で、2人に絞られた。これ危なかったんや、じゃあ、はい、ちょっと。いやでも俺の中でもう西本やろなってなってて、次の日の朝にもう一人の相方候補のやつとお約束をして、うん、で相方候補のやつと言ってんけど全然価値観合わなくて、でも俺の中でもうずっと西本や思ってたから、もう西本やと思ってなったっていう。なんかそのエピソード聞いたとか、イケメンの男が喋ってるみたいな西本やってなりましたね、感じになるけど。的に、あ、そうな、もう直感やったんや、はい。あとまあ小さいことがね、いっぱいありますから、その条件が、大学出てるとか、俺より身長高いとか、あんまりタバコ吸わないとか、うん、そういうちょっと細かい条件があって、それを全部満たしてたから。結婚相手求める条件みたいに言ってる。違う、え、その一生付き合っていいからね、そのね、まあ、だからその細かい条件とか、なっていくか。そう普段、うん、そう接するか機会がないから、しゃべることもないけど、噂にはやっぱりめちゃくちゃ回ってきて、やっぱりポップマンがそのすごいみたいな、なんか本当名前だけめっちゃ聞いてて、プラスは違いで、なんか無双してた当時すごかった。こいつらがポップマンかというのも認識も一回なんか廊下とかでしたことあって、なんかちょっとすかしてるというか、いけすかう感じで、こうなんかスンってなんか二人でなんかこう打ち合わせしてる感じで、あ、俺がこう
よし。みたいな。こういうイメージ。本当にダサいことしてない。あったかもな、NSC の時。ちょっと花が徐々に。まあまあね。それで、ちょっとダメなのがやっぱね。二人ともちゃんと、加藤はもう典型的にそうなんですけど。僕も意外と調子乗りなんで、そうだからもうちょっと多分あれチヤホヤされてたから、そうでも負けるかいみたいながね、絶対2人ともあったから、それは大事やから、逆にでも俺らも特に山崎とかちょっと怖かったかも。怖かった。山崎って目合わへんやん。いや、売るな、無理やん、猫屋敷を組む前、その、無人島っていうコンビを組んでて、それが、クラスちゃうけど、有名やった、それ有名やったな、もうめちゃくちゃ尖ってると、めちゃくちゃ尖ってる、尖ってるでは、なんかそう、なんやろ、プライド持ってるというか、尖ってるってのは、でもなんか、講師、めっちゃ変なネタするみたいな、変なネタして、なんか講師の人に言われてもなんか睨んでるらしい。聞いた。そういう噂めっちゃ聞いた。もうすごいやつ。で、いやいやいや、取り戻されへん。で、コーナーコーナーでなんかコンビ組ん、女性とコンビ組んでたよ。そう。で、だから、ね、組んだから、そんな俺はイメージはあんまなかった。だからもう眼球にないってことよね、多分。じゃあ、ほんま、でも、その、初めてネタを見たときに、あの選抜のね、授業の時に、そう、初めてデニールを見たの。あ、そうや、40デニール。もうその時、歌ネタやってたやってて、初めて40デニールを見た瞬間、すごいな。まあまあまあ、それは思ったな。そう。で、その後、オールザッツ漫才出て。あ、そうね。あ、毎年見てた、オールザッツに出てて。めちゃくちゃ悔しかった。悔しいのは悔しかったな、さすがにな、うん、いやでもすごかったな。なんかでもいい刺激にはなりますけどね。そう、その僕らもその、そうちょっとこう なんか調子乗ってた部分をガツンとこう叩いてくれたみたいな。デニールでバコンって調子乗ってたよ。調子乗ってた。今日はデニールで来て、うわこれやらならっていう感じでした。